Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. God is one. Mystery of Islam. I say here that God is one. We have only one single God. So they say, Allah Akbar. Allah Akbar. Kiyo wa Islam Kiyo no nazo Allah Akbar. 神は最も偉大なり。という意味ですね。このアラーフとアフラ・マズダーと比較してみます。神の中の神、アフラ・マズダーということになりますが、アラーフを3つの音に分解しますと、アラ・フとなります。そしてアフラを3つの音に分解しますと、アラ・フ フーラーとなります3つの音が共通しているのが分かります。そして並び替えますと、あらふはあふラらになります。あふラらこのように、まあ、日本語で考えますと、3つの音が一致する確率はですね、50分の 1×50 分の 1×50 分の1、すなわち、 12万5千分の1ということになります。まあ普通ではありえない確率ですね。これはただ単なる偶然なんでしょうか。もう一度皆さん見てください。アラーフ。日本語ではアラーと言いますけども、英語では正しくはアラーフと言っています。アラーフ。そしてアフーラ。そしてその確率は12万5千分の1ということになります。 これは偶然なんでしょうかアラーフというのはアラビア語で神という意味です。もしそうならば本当にアラーフ・アクバールということになります。God is the greatest。で、イスラム教と仏教と比較してみます。今言いましたようにアラーフとアフーラはドイツ神である可能性があるわけですけども、 では仏教はどうなのかガブリエルがモハンマドに、まあ、を指導しているところですねそれがカーバ神殿となって具現化しましたこのカーバ神殿というのはですねイースター島とルンビニをつないだ真一直,一直線下にありますエラーはゼロと見てよいでしょう中央に見えるのがカーバ神殿ですそして これがカーバー神殿ですね。中央にキューブが見えます。そしてこの赤い線がルンビニとイースタートをつないだ線です。この線は進直線にカーバー神殿を横切ります。まあ、エラーはゼロと考えます。が、それだけではないんですね。まあ、さらにまあ、いろいろと偶然が重なるわけですけども、 今度はイースター島を見てみます。左がイースター島です。そして、ギザのピラミッドを45度の角度から見た写真がこれです。この写真です。その形はイースター島と一致します。さらに偶然が続きますが、これらは本当に ただ単なる偶然なんでしょうかで、ルンビニに話を戻しますが、シャカのブッダの生まれ故郷です。アショカオの石柱が立っていたことで証明されました。この線に注目してください。この線は、まっすぐと狂うことなくカーバ神殿を示しています。カーバ神殿から逆にルンビニに線を引いてみられますと、私の言っている こととをを理解ししてていいいただけると思まますすルンビニはカーバ神殿を示していますこれらの事実から、これらの事実から、2つの事実ですね、イスラム教と仏教はですね、1つの大きなファミリーに属しているということになります。まあ、次に、ウェストポール、ノースポール、イーストポールの話です。 これも私が発見したことです。左下が、まあ、ルン,、まあ、ルンビニと右下がカーバーってことになりますね。で、イースタートとギザーラインをギザーをつないだ線がこの黄色い線です。左下がイースターと右上がギザーになります。そして赤い線が赤道です。イクウェイターです。この交点をウエストポールとします。世界の ライン理論の基準点になっています今度はその反対側に今度はギザとイースター島をつないでみますこの黄色い線がギザとイースター島をつないだ線ですそして赤道と横切る点をウエストポールとしますごめんなさいイーストポールとしますこのイーストポールはですねあ地球が大円球体であるせいなのか三つまあ 離れてあります今現在私は北極と桜島を繋いだ線を使っています下へ行くと片手じゅうたを使通って南極へ行きますそしてこれが北極になります中央が北極です磁、まあ、極と北極点とは あの違いいますから注意してくださいね、まあ、要するにこの北極とウェストポール北極とイーストポールをつなぎますそして北極からまっすぐとカーバに線を引きますその間の角度を測ってみますと、まあ、ほぼ90度といいますか正確には88.34度になります で、これについてはですね、私もどうしてここで合わないのかわかりませんけども、えー、北極にはですね、再差運動というのがあります。まあ、2万6000年前後に、まあ、周期としてですね、北極が動いてるわけです。2000年という、まあ、年月の中でかなり動いたと考えられます。まあ、ですから、こういう、そういうことも計算に入れて北極は見なければなりません。まあ、北極を考えるときはですね、いつも、まあ、多少のエラーが出ます。結論ですが、 以上のことを考えていきますと、まあ、アラフとアフラとは偶然の意志とは私は考えていません。神の中の神、それがアフラ・マズダーということになります。がそれがイコールイスラムの神ということには、まあ、結びつきませんけども、まあ、偶然の意置と片付けるには少し無理があるのではないかと考えます。なあち、 The one. girl is only、one. 神はただ一人。アフラあラフ・アクバールということになります。ふ、まあ続いて、ルンビニの謎のビデオをつなげておきますから、興味のある方はどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. b y e h e l l o This is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. ルンビニ The center of whole religions. of ルンビニそこはすべての宗教の中心地であったギリシャのオリンピアを紹介しますオリンピアですかつてここには巨大なゼウスの像があったと言われています現在のオリンピアです これが想像復元図です。高さは12メートルもあったと言われています。紀元前432年に作られたということになっていますが、奈良の大仏と比較しますと、その大きさがよくわかります。これが現在に残る、 ローマンコピーのゼウス像です。ルンビニとイースター島を線でつないでみます。右がルンビニ、そこから左へ、西へ、イースター島へと線を引いてみます。カーバ神殿はその真直線下にあります。薄い赤い線がルンビニとイースター島をつないだ線です。 カーバ神殿がその中心にあることがわかります。エラーはありません。今度はカーバとオリンピアをつないでみます。下がカーバで、左上がオリンピアです。途中にギザの、まあ、ピラミッドがあります。角度は320度です。ややエラーが出ます。この黄色い線がカーバとオリンピアをつないだ線です。ギザです。エラーは11.8キロあります。 次に今度はルンビニとナスカを線でつないでみます。右がルンビニ、黄色い線がナスカへ向かう線です。その真直線下にオリンピアがあります。黄色い線がオリンピアでエラーはありません。オリンピアの街の上,上空を横切ります。ナスカです。 これがカーバから引いてきた線です。新しくて綺麗な滑走路があるのがわかります。もう一度やってみます。この右の方の離陸点のところに細い線があることに注意してください。位置を正確に示しています。 今度は、ルンビニからの線を調べてみます。ルンビニから引いてきた線がこの黄色い線です。この細い線の、まあ、これ斜めに横切りますが、ややずれるかなという感じです。注意深くご覧ください。しかし、これだけ細い線でこれだけ重なるということは、やはり、まあ、偶然ではありえないということになります。この黄色い線です。 でこの上の線が今オリンピアから引いてきた線で下がアテネから引いてきた線ですほとんどまあ同じ線ということになるんですけどもややあの、まあ、見,見た目には分かりませんけどもずれます今度はシアンの東30キロにある平和洋から引いてきた線ですこの赤い線は平和洋から引いてきた線ですけども平和洋の滑走路は2本あるということになります これがカーバから引いてきた線です。これがオリンピア、アテネから引いてきた線です。そして縦がルンビニ、テラコタアーミ、平和洋から引いてきた線です。これらの線はここで重なります。でもう一つ注意したいことがあります。ルンビニには、まあ、こうした円形、まあ、十字の模様が書いてありますが、この線に注目してください。この線、まっすぐ左へ行きますとカーバです。右へ行くとイースター島です。寸部の狂いもなくこの まあ線と重なります。でこのルンビニから今度は日本へ線を引いてみます。東大寺の本あ大仏殿の上に線を引いてみます。点と点でつなげます。このシアンでこの黄色い線がルンビニと東大寺をつないだ線です。エラーは32キロあります。で日本へ入りましてこれが阿久根山ですけども。 足、えー、だけ雨ですねごめんなさい、えー、エラーは4 4キロですそして興味深いことに金鳥山のふもとを通りましてエラーは8 1 0ルですそして東大寺へとやっていきますナスカには日本を示す線がいくつかありますこの黄色い線は東大寺から引いてきた線です細い線ですけども 中学ご覧ください。で、上の線が大占領から引いてきた線です。下の線が東大寺から引いてきた線で、一本の滑走路が右は大占領、左は東大寺を示しています。このようにルンビニはル,ルンビニを中心としてイスラム。 ウィスラム教、それからギリシャ、古代ギリシャ神話の神々のいる国ですね。そしてその間に旧約聖書の世界が広がり、もちろん日本とも深いつながりがあります。ルンビニ、タシル・フンボ、シーアン、そしてヤタテラをつなぐと一本の直線になります。ヤタテラの参道はまっすぐとルンビニを向いています。ということです。世界の 宗教の中心はルンビニであったという話です。Thank you very much for your watching and see you again next time. Bye for now.Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamasuri, Japan. December the 28, t h 2014.Why 大仙 mount Osaka, Japan? なぜ大仙領なのか その答えの一つがここにあります。大仙陵マウンドです。大仙陵マウンドから270.00、まあ、西に行きますとクロスポイントチャイナに行きます。そして右下に行きますとニュージーランドのルアペフです。そして右上に行きますとアメリカのサーペントマウンドです。その間の角度はこのようになっています。 計算しますと、こうなって、正確に120.0、いわゆる3等分しているということですね。ということをご理解の上、続くビデオをご覧ください。Hello, this is Hiroshihayashi, Hammam City, Japan. 大占領 mount and line theory.What is 大占領 4? ライン理論で証明する大占領。何のために大占領はあるのか大占領の謎について今日は話します。大占領とは何なのか何のために大占領はあるのかその答えを話してみたいと思います。まず、ライン理論。大占領とニュージーランドのルアペフ山を線でつなぎます。 次にアンコール・ワットとイースター島と線でつなぎますアンコール・ワットからイースター島その途中にキナバル山がありそしてクロスポイント南太平洋がありますそのクロスポイント南太平洋から120.00で東北に向かって線を引きますその線はまっすぐとサーベントマウンドに向かいます 北アメリカ大陸に入り、ブライス・インタグリオスを通り、カオキアマウンドを通り、そしてサーペントマウンドをやってきて、その先にワシントン DC があります。場所が先に決まっていたということです。サーペントマウンドから今度は大線量に線を引きます。 大線量にやってきました。注意深くご覧ください。サーペントマウンドから引いてきた線は、大線量を縦に正確に二つに割ります。途中で比叡山を経由します。この線がサーペントマウンドから引いてきた線です。 ナスカ理論で証明いたします。ナスカです。大線量からの滑走路はあります。次にカオキアマウンドから線を引きます。滑走路が見つかります。そしてサーペントマウンドです。大変興味深いことにワシントン DC からの滑走路も見つかります。これら4社は 一つのプラットフォームから出発しているのがわかります。拡大して見えます。右から大仙陵、カホキア、サーペントマウンド、それからワシントン DC です。ほぼ等間隔に並んでいることに注意してください。緯度経度はここに示しておきます。で、そのサーペントマウンドからの直線に注意してください。その直下に渦巻き模様が見えます。これは渦巻きではありません。 サーペントすなわちヘビですこれら4者はナスカ理論によって相互に関係していることがこれで証明されました次にこれが大線量ですね右上から来ている線が サーペントマウンドから引いた線です。そして、ルアペフ山に引いた線がこの線です。その両者の間の角度は120.0です。そして、270度で西に向かうと、クロスポイントチャイナに向かいます。このように。 それぞれの地点がそれぞれに関係し合っているということです。となると皆さんはなぜサーペントマウンドなのか、なぜサーペントマウンドがここにあるのか、何のために、どうしてということをお知りになりたいと思います。それについては続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hama Mastery Japan, Secret and Mystery of Serpent Mound USA. In Japanese, サーペントマウンドの謎と秘密についてビデオ化しておきます。このサーペントマウンドは何のためのものなのかなぜここにあるのか、まあ、私の考え方はとてもシンプルだと思います。まあ、あのぐるぐるっと右の下の方に巻いたところありますね。これがあの いわゆるそしてそのぐにゃぐにゃぐにゃと不自然に曲がった蛇ですね。で、トグロを巻いてる、巻いてるわけじゃないしっていう感じですけども、これはあのエイリアンがあちこちで使う手法なんですね。そしてあのいわゆるその 点を、ね、カモフラージュするためにヘビの絵を描いて分かりにくくしたということなんです。まあ、これはあのこれから説明していきますけども、このナスカから、主だった、ね、世界中のキーポイントから点を引いています。そうしますと、この下がのくるくるとっと巻いたところで上の点へ繋がりますね。そして、こういうふうにあの点をカモフラージュするためにヘビの絵を描いたということなんです。これ、ティオジャー館から引いていますと、ちょうどくるくるとっと巻いたところから、やっぱりこの丸いぐにゃっと曲がったところに点がきますね。 で、次に今度は北極から引いてみますけども、北極もそうなんですね。あの、くるくるっと回ったところに線を引きますと、ちょうど目のあたりに来るわけです。まあ、目かどうかわかりませんけども、この辺に蛇の目があり、口があり、そして卵を口に加えてるんですね。この卵も基準点になっています。このギザのエジプトから引いています。今度はギ,ザギザのエジプトから引きますとあ、やっぱりこのくるくるっと回ったところかと、その先ほぐにゃーっと回って真ん中に来てますね。ここが重要なポイントなんです。というのは、ここが、まあ、あの、彼らの 地図なんですね。でも、返事だろうもそうなんですね。で、中心ってから来て、このあの真ん中の点がそうですね。あの、3つ書きますけど、真ん中の点とぐるぐるっと曲がった点がそうです。それから真顔ですね。トンコーです。このバックを靴もあちこちの基準点になっています。ただ、まあ,あのこれはね、ここではちょっと違うかもしれませんというのは、先ほど目の位置とちょっとずれてるんですよね。ですから、まあ、 この、あとでは、すべてがあるわけじゃありませんので、あの、伐を靴は、後で除外いたします。それから、このカラクルム、蛇の王国と言われている、ティオイティアカ間をしのぐ大きさのピラミッドが最近、えー、今からまだ十数年前に見つかったんですよ。でも、それも、やっぱりこの点のところを作ると。イースタートもそうなんですね。くるくるっとまだとこから、この角のところへ来ているわけですね。こういうふうに、こう、なんて言いますか、カットとか、そし下の方が正確かもしれませんね。下の方だったらちょうど真ん中通りますから。まあ、要するにこうした点を、あの、 中基準点とそれのグニャックグニャックグニャッ曲がったところとつなぎますとこういうふうにみんなきれいに入ってくるわけです。あのまあ、この手法はですねここだけ見るとなんで林はですねこじつけているだけじゃないかと思われるかもしれませんからもうさらにやってみますとインディアンヘッドも、まあ、インディアンヘッドはですねあの上の方の卵の部分の中心部から来ていると私は考えています。あの2つ基準点があるんですね。上と下と出、ね、ないとあの全世界を網羅できませんので。 あの、下だけだと90度の範囲で終わってしまうんですよね。これはプレイビヒアも同じようにあると。今度、プレイビア系は、あのー、 いわゆるその東半球っていうかね、ここから見ると東、西半球ですね。ごめんなさい。で、とあえあの、大占領はですね、これはどうしてかね、これ、あの、サーペントマウンドと関係あるかというと、まっすぐにあの、サーペントマウンドの線が、ね、あの、大占領二つにもあるんですね。それで大占領、それからカフキアマウンド、サーペントマウンドはナスカで一点に集まります。ついでに言うとワシントン DC も一点に集まります。カホキア、ここはカフキアマウンドですけども、これもやっぱりこう、こ,これはあの、点と点を繋いで、ちょっと、このカフキア、 マウンドについては厳しいかなっていう感じはします。まあ、しかし、一応皆さんに紹介しておきます。あの、カフキア、それからサンペットマウンド、ンそれから、あの、ブライス・インタグリオスは一、一進一蓄線でつながります。これは何度も、あの最近説明してますけども、このようにですね、サーペントマウンドは、実は方向を示してるんだと。あの、どなたかアメリカ人の論文を見ましたら、これは日没、あの、月、えーっ,とえー、っと、春分当時だったかな。 えー、ごめんなさい。何かの,その方向を示しているというのあの、天文観測のためにこんなもん作りませんね。常識で考えてください。そのもん、庭先に石ころ置いておきゃ済む話ですから。これはブラウス、あの、皆さんそうですよ。あの、ラスカでもね、あの、なんあの、旬、えっ、ー、と、当時の時の太陽の日没とか日の出とか,か勝手なこと言ってますけども、そんなことだったら庭に石ころ置けば大体わかることなんです。これがブラウスインタクリオスなんですね。 で、これもその、やっぱり点をカモフラージュするために、この人間の体を描いたんですよ。そして、この点をつなぎます。逆に点を引あの、手打て間から線を引いてみるとか、ぴったり重なりますから、これはメサベルデで,ですね。U は U、ミススペリングです。ノース、これは北極ですあの。北極から引いてきた線です。これが、あの、あ模片状だろうから引いてきた線ですね。で、こういうふうに、この点と点をうまく、巻くというか、あのこうしてカモフラージュするために、あの、 あえてこういった不自然な人間を描いて、そしてその、だって点だ,点だけじゃ分かんないでしょですからこうして人間を描いて、これはね、あ地図ですね。あの、地理の地図でも同じ手法を使っています。これはクロスポイントサウストアフリカ行くあのラインです。というようにこの使ってるわけです。さらに、あの、もう一つあ,るありますけどね、あの、サンサの代食代も同じ手法を使っています。それをこれから説明したいと思いますけど、もう一つあの、皆さん見てください。これサーペントバウンドですけど、これはあの、今の先に作ったビデオの 前に、その、今から見ると、一昨日作ったビデオでしてねあ、昨日ですか、ごめんなさい。まさに昨日作ったビデオでして、あの、一箇所間違っているところがありますので、それ今これを話しながら訂正したいと思います。まあ、サーペットマウンドですけども、これは何であるか。それから、えー、なぜこんなところにあるのか。そして、えー、誰がこれを作ったのか。と、こうまあ、いろいろ謎が湧いてくるわけですけども、まあ、 何のためというか、これはもう方向指示ですね。というか誰が作ったかエイリアンですね。人間じゃありませんから。人間できるわけないんですから。あの、これがあの、今言ったその点ですけどね。点があの、こうあるわけですけど、この点をうまく、うまくというか、ラージュするために、この蛇の絵を描いたわけです。 でないと、あの、点だけじゃ分かりませんからね。まあ、点だけで分かる方法もあるんですけどね。例えば、オベリスクを立てるとか、石の塔を立てるとかっていう方法もありますけども、分かりにくいんですよね。やっぱ空から見た時には、あの、どの点とどの点を繋げばいいんだってなりますからね。これはナスカラインです。綺麗に繋がりますね。目のところ、あ、卵のここですね。それから、あの、繋がります。これが手を手カンからのラインです。先ほどあの説明しました。えー、っと、それと、 これがギザラインですね。これもあのちょうどあのぐにゃっと曲がったところのちょうどテーブって言いますかね。その中心部きれるの分かりますかでこれがあのギ,ギザラインで、それから、 これがマンガオの線です。これはあのちょっと間違っていると思います。今はまだ確信持ってませんけど、真ガラインはあのあの先でブリアになっているから来ますけど、マンガオはちょっと見つからなかったんですね、実は。あので、これも表現状態。これは綺麗にあの出てきますね。この角を買ったであの。真ん中の方ですねあの。星の位置がちょっとずれています。わかりますかあのちょっとそ今の右の星からもう一つ左寄った後にあったところ来てますね。ですからこれ間違っています、えー。訂正します。それから、 もう一つの例がありますね。これがあのブライス・インタグリウスですけども、これはここ1週間内で何度も皆さんに紹介してますので、うんざりなさる方もいらっしゃるかもしれませんけども、あまあ私は正直言います。正直言います。あのこのブライス・インタグリウスにしてもですよ、サーペント・マウンドにしても、アメリカ人の、ね、考古学者が何十人も何十年もあの研究し続けて、なんでこんな簡単な謎,謎が解けないんだろうって、私は逆に不思議に思いますね。あれは解けなかったんだろうと。未だにウォーサーをしてますね。まあこれはあのノースポールから来た線です。 あの、で、これが、あの、模ョ状態からの線です。そういうことはよくありますね。なんでこんな簡単な謎が解けないんだろう。ナスカラインにしてもそうでしょ仮想。仮想路説はあるんですけどね。その謎がなぜ解けなかったかということなんですよね。まあ、そっちがいれば簡単なこ謎なんですよ。道徳についてもそうなんですよ。私、まあ、やめましょう、そういうことはね。まあ、とにかく、俺はあの、これ、あのク,ロスクロストポイントアフリカに行く線です。 まあこういうふうにこのなってますから、それぞれの点をつなぐと、それぞれの拠点へ行くってことです。もう一つの例が実はあるんですね。それがサンサの大職代で、先日来も紹介しましたけども、あの、この、まだこれいろんな点があるんですけどね、あの、あと、 他の細かいところに繋ぎますとね、こじつけだってすぐ言われますんで、あの、やめました。で、まあ、大きなね、皆さんがご存知の拠点と繋いでいました。クスコライン、それからプーマプーンク、あの、パッ、ティワナクですね。そして、あ、ティワナクの中のプーマプンク、プーマンプンク、プンが通電に行ってきます。から爆風で飛んでるんですよ、みんな。あの、ナスカライン、爆風で吹っ飛ばされて壊れてるんですよね。これはナスカラインです。あの、また興味のあるために、これは南極行くラインです。このようにですね、この点を繋いで、そしてそれぞれの方向を示しているということなんです。 ということで、まあ、あのー、はい。ということで、ちょっとね、早口で喋って申し訳ありません。これはあの音楽だけで済ますビデオだったんです。では、さようなら。Goodbye. See you again next time. Bye.